大統領1ドル効果プログラムは2005年12月22日に議会制定法、広報109から145が制定されたことを契機に開始された。この法律は表面にアメリカ合衆国大統領の肖像が刻まれた1ドル効果の中像をアメリカ合衆国造幣局に命じるものである。合衆国50州の異なるデザインが描かれた25セント効果を 毎年5週分ずつ10年かけて発行するプログラム50週25セント効果プログラムの成功に続き過去の大統領の肖像が刻まれた1ドル効果を毎年4人分ずつ就任順に発行するスケジュールが決まっている2007年から2011年までの間に未使用の大統領1ドル効果が大量に備蓄されてしまい 2012年から2016年までの大統領効果は収集化のためだけに鋳造されることになった。円への書き込みを示すスタックエイブラハムリンカーンの1ドル効果2007年から2011年までに発行された大統領効果の枚数を示すグラフ大統領1ドル効果法案はハリー・リードとジョン・スヌヌによって提出された。2005年11月18日に 上院で全会一致の同意で可決された後、12月13日に会員でも圧倒的多数で可決され、12月22日にアメリカ合衆国大統領常時ダブリュージ w ・ブッシュが署名して制定された。大きさ、重さ、金属素生物の割合は、酒貝やダラーのものと同一である。2007年から2016年までの10年間に、 時系列順に毎年4人ずつの歴代大統領の効果を中造かつ発行されることが決まっている。基本的には大統領効果4つとネイティブアメリカン効果1つ、年間5つの新たな別個の1ドル効果が発行される。初代大統領、ジョージ・ワシントンの効果は2007年2月15日に発行された。効果の縁にはその中造年、ミントマーク、 イープルリブスーノムやインゴットウィートラストといった文字が刻印されている。また、硬貨の裏面には自由の女神の肖像と一ドルユナイテッド・ステーツ・オブ・アメリカの文字が刻印されている。硬貨の表面には元大統領の肖像、フルネーム、台数、在任期間が刻印されている。インゴットウィートラストの文字は、第9代のウィリアム・ヘンリー・ハリソンから表面に、 表示されるように変更された。2007年3月7日にアメリカ合衆国造幣局は同年2月15日に発行されたジョージ・ワシントンの1ドル効果で円の文字が欠落しているエラーのものが流通していることを明らかにした。その枚数は一説によると少なくとも5万枚を上回るという効果から欠落している文字の一つは インゴットウィートラストのうちのゴットの部分であったためにゴットレスダラーズと名付けられた。また、2007年3月上旬にコロラド州在住のカップルがジョージ・ワシントンと自由の女神の肖像の両方が欠落しており、一方の面が刻印されていない非常に稀な1ドル効果を発見している。ついで発行されたジョン・アダムズの1ドル効果のエラーは、 円が二重に刻印されるというものだった。効果がエッジレタリング機を2回通過する際にこのようなエラーが発生する。効果の中には円の文字が逆さまに打たれているものも存在する。これらは鋳造中のエラーではなく50%近くの割合で存在している。アメリカ合衆国造兵局が委託した発行前の調査によれば 調査対象となったアメリカ人の約半数が大統領1ドル効果の収集に興味を持っていると述べていた。しかし2011年までに14億枚の1ドル効果が流通せずに備蓄されていた。これは2016年には20億枚にまで達した可能性があると見られている。カリフォルニア州選出の連邦会議員ジャッキー・スパイアーは誰も望まない不要な効果が 大量に鋳造されているとして、大統領1ドル効果プログラムを全面的に即時、停止するよう求める、法案を議会に提出することを計画した。アメリカ会計検査院は、需要度の低い1ドル効果と需要度の高い1ドル紙幣を交換すると、30年間で合衆国連邦政府が約55億ドルを節約できるだろうという限界を表明している。 2011年12月13日に合衆国副大統領、ジョー・バイデンと合衆国財務長官ティモシー、フランツ・ガイトナーは流通させる目的での1ドル効果の中造を中断すると発表した。チェスター・エアーサー以降に発行される大統領効果は収集化のためだけに発行されることになった。法律はその対象になるときに個人になってから少なくとも2年間が経過している。 ことを発行の条件としている。現時点で条件を満たしている、全員の元大統領を称えるまでに10年かかる。従って、ロナルド・レーガンが称えられる、予定の2016年の2年前、2014年までに、ジミー・カーダー、または、レーガンの後継の元大統領が死亡しない限り、プログラムは2016年限りで終了することが決められた。 プログラムが終了するまでに条件を満たさなかった元大統領の効果を発行するには新たな議会制定法の制定が必要となる。2020年に4年ぶりとなるジョージ・ H.W. ブッシュの効果が発行された。以下のように歴代大統領の肖像が表面に描かれた1ドル効果が発行されている。アメリカ合衆国造兵局のディレクター、エドモンド・ C ・モイト・ファーストレディ。 ローラブッシュアメリカ合衆国造幣局は10ドル金貨を発行することでファーストレディの功績を称える。大統領1ドル硬貨と同じスケジュールでファーストスパウズ、つまりはファーストレディの金貨を発行している。この硬貨の発行は大統領1ドル硬貨法により承認された。金貨の裏面にはその配偶者の人生や仕事の象徴的な場面が描かれるのに加え、 イープルリブスーナム、10ドル、ユナイテッドステイツオブアメリカ、1、ニオンス、と、9999ファインゴールドの文字が、刻印される。また、金貨の表面には、配偶者の肖像、フルネーム、ファーストスパウズとしての台数に方式間と中造年、リバティ、イン・オット・ウィートラストの文字が刻印される。独身、あるいはすでに配偶者が亡くなっていた場合は、 金貨の表面に自由のシンボルが描かれ、当該大統領の代数と在任期間が刻印される。チェスター・エアーサーの妻、エレン・アーサーも夫の大統領就任時にはすでに亡くなっていたが、例外的に彼の任期中に出生した著名な、婦人参政権論者のアリス・ポールの肖像が描かれている。大統領1ドル効果法の5112には、大統領1ドル効果と同時に、 その配偶者の金貨も発行されることが定められている。ファーストスパウズ金貨と同時に、銅メダルも発行されている。2009年2月に、コインワールドはいくつかのアビゲイル・アダムズのメダルの、裏面に、ルイーザ・アダムズのデザインが誤って刻印されていたと、報告した。ミュールと呼ばれるこれらの作品は2007年に、発売された、ファーストスパウズのメダルセット内に含まれていた。以下のように、 歴代ファーストレディの肖像が表面に描かれた10ドル硬貨が発行されている。ありがとうございます。